スクール進級上達の差。はい、自己肯定感上げるテニスコーチ加藤です。まあ先日ですね、コメントいただきまして、スクールの進級についての、問題がですね、はい、お話しさせていただいて、結構好評があって、結構見ていただいている皆様ですね、ぐっとこらえて、いろいろとこうわだかまりをこうポンポンと吐き出していただきましたので、ね、まあ好評だと思いですね、ちょっと続編を、作ってみました。まあ進級と上達、まあこの二つもですね、まあやっぱ切っても切り離せないものです。ね、この人がなんでこのクラスにいるのって思ったりとか、自分はこうしてんのにねとか。で、この間コメントでいただいたの、もしよろしければね、スクール進級のところのコメント欄をバーって見ていただければと思うんですけども、あるコーチにはこう言われたけども、そこまで上がるのにこの1年もかかったとか、こんなかかったとかね、まあいろいろあると思うんですけども、まさしくですね、まあその進級と上達、これ両方、やっぱり、はい、イコールなところたくさんあります。まあ、かといって、あとはだからポイント取れるのに全然ね上げてもらえないとかっていう人も、まあ、中には置いたりするんですけど、大体でもインストラクターの見解としては、まあ、僕の中でですよ、今まで、私は20年ぐらいですね、コナミさん、ルネさん、さんセントラルさん、コルトンさん、ウェルさん、あとはどこだっけな、まあ何個か、まあ、プライベートでもありますけどお世話になってて、あくまで、テニスクールのそのクラスって一つのこう何だろう、位置づけ的なものなんで、それが絶対でもないし、テニスクールによって上級も変わりますし、ね、例えばじゃあ2000人規模のスクールの上級と100人規模のところの上級とかね、それこそ中上級とかになってくると、まあ大体なんていうのかな、差が出てきます。やっぱり母数が多い方がやっぱりその中で切磋琢磨されますから、やっぱりね、上のレベルになればなるほど、はい、ただ一個共通しているのは、中級レベルっていくいかようにでもなるんですよ。まあ、いわゆるその中級前後のレベルっていうのは、どのスクールに行っても大きなパイを占める。要は上達したいね、テニスちょっとでも楽しみたいね、うまくなりたいっていう意味で、やっぱその層の人ってのは一番多いんですよね。なので、まあそういった意味でも、まあ少し役に立つだと思いますで、やつかなと思いますね。よろしければ高評価ボタンとチャンネル登録ですね、コメント欄にもポジティブな内容のね、ご質問お待ちしておりますので、どんどん言ってください。こんなことあったんだけど、これってどうですかとか、それでも全然 OK だと思います。まあ、幸い YouTube ね、ハンドルネームでいけますので、はい、個人を特に特定されることはないと思いますのでね、はい、よろしければね、いろんな疑問、投げかけてみてください。別にテニスコーチの職業についても、良いと思いますので、はい、皆さんと共に、今5000人達成しました。1万人目指してますんで、よろしくお願いします。まあ、このまず、まあ、その上達する人とこう進級していく人って、やっぱりコーチって同じところを見てる。特にグループレッスンでは、例えばプライベートで個人でってなってきた場合は、もうそれはそのお客さんの時間なのでね、全然関係ないと思うんですけども、やっぱりこのコーチのこうよっぽど変わった人もいるんでね、一概に言えない。今回もいろいろとSNS も含めいろんな意見ですね、こう思います、こう思わせていただきましたけども、確かにテニスコーチ変な人います。だからそのコーチを差し引いてです、だいぶ淘汰されてきてますし、今大きく分けると本当にその雇用の関係でも本当に、ちゃんと今の社会に合わせていっているところね、昔ながらのなんか体育系のちょっとわけわからないノリでこう分かれていくとことこう両極端に分かれてきてますんで、まあここのですね、まあ本当にこの何だろう、今にこの令和のテニススクールっていった状態のを基準に話していきたいと思います。はい、ご容赦ください。でまたこんな変なコーチいましたけど、どうですかっていうのは全然僕楽しんでお待ちしてます。でまあその上達していく、だからこのグループの中でやっぱりこう和を乱さない人で、和を乱さないっていうとちょっとこうマイナスな意味で捉えられるんですけども、そうではなくて、まあ要は例えばまあ5人、まあ、10人のクラスだったとしても、多いとこ14とかあるんですけど、まあそのクラスの中でもうまくてもなんか、まあ、調子乗ってる人って嫌ですよね。で、あと和を乱す人で、まあ、そういう人ってやっぱり、まあ、どんなできるコーチもいますけど、やっぱりいらないよねっていう
ね、こういう表現がどうかは分かんないですけども、まあ、特にですね、こちらのチャンネルで迷惑被って、被害を受けてる方が多いんで、まあ、その人たちをこう擁護するわけじゃないですけど、腐ったリンゴって、きれいなリンゴの中にあっても、ほとんどどんどん全部は腐ってしまうじゃないですか。っていう意味では、やっぱり、上手でも態度が悪い人とか、周りの輪を乱す人って、やっぱり、まあ、あげたくないというか、まあこう同じレベルの人がいたらまず捨てられますよ。で、必ずとして言っていいほど、もうこれはどのスクールっていうか、まあ、私がいたスクールですけど、まあまあとか、まあ他のコーチとも話するんですけど、どこにいても必ず上に行く人ってそういう人はいないです。まあ、性格が悪い人もいると思いますけど、そういう人も表面的に取り繕って、まあ、そのクラスの進級で悩むことなくポンと上がれると思いますし、技術もあります。で、例えばよくあるんですけども、その同じじゃあ上級クラスでとかね、中級中上級のクラスで男性女性で比べたら、物理的に肉体的にやっぱ筋力はもう科学的に女性の方が男性よりちょっとこうね劣るなんていうわけですか。でも女性の方がある意味男性をやっつけられるようなボールを打ててれば、僕は同じだったとしても、でちょっと男性の方がこう上回ったとしても女性の勝ちなんですよっていう、こう見方をしていたりします。だから力で自分より力弱いものねじ伏せるというよりも、ちょっと巧みなこう技術を使ってこううまく崩していくとか、そういうところにフォーカスされますよね。まあ、ミックスダブルスを見てとっても、プロの試合はね、間違ってくるかもしれないですけどね、やっぱゴーンって普通に女性狙ったら、ええー、みたいな感じになるじゃないですか。っていうので、まあ、やっぱり上手い方って別に自分を磨くから、その進級とかも気にしないんですよね。だから、そういう人に限っていうか、そういう人はやっぱりどん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 ステップアップしていく傾向がありますし、やっぱクラスも受け入れられると。そうですね。まあ、であとはそのまあやっぱりもう全部共通しているんですけども、まあ、話を聞く人、時間を守れる人、自分自身他人にはそんなに興味がない人、まあ、興味がないっていい意味でね、あの人うまいとかこの人下手とかそういうのが日常に出てこない。まあ、例えばですけども、その他人の話題が出てきた時に、あ、この人ってこのタイミングでこういうことしたからこの人困ってたよねって、それはちょっとねっていうようなニュアンスであって、基本的には他人のことが主として話題に上がってこない。これって強い部活とか、強いその、サークルでもそうですし、その強いコミュニティって、やっぱり、なんだろう。その核となる人がもう周りを引っ張っていったりするじゃないですか。僕それ考えてた時に、やっぱもう新規の技術って確かになって、あとは本当にこう難しいんですけど、本質からずれていない。いや、もちろん楽しくなったりするし、コーチも話振ったりするんだけど、いや、もちろんね、一生懸命こうやって、あ疲れたとか、あこれ一つのターブでちょっと区切りで休憩しましょう、ここでワイワイってこう話は盛り上がってる分にはいいんですけど、それがコートの中まで引きずる。いわゆるそのジュニアのレッスンで、こっちが面白くって盛り上がったりとか、子供面白くして、あ、それ面白いね、みたいなこと言ってて、まあ、ただアニメの話題でもいいし、ね、いろんな話題が盛り上がって、それを引きずったまま、ジュニアだったら、いや、お前までいつまでその話してんだよっていうようなことを大人でやられたりすると、やっぱりそこら辺って、こう、進級問題というか、この人ねっていう、こう、査定に引っかかるのかなっていうのは、まあ正直なところありますね。まあでも大体でもレベルなんて合ってないようなもんで、まあそこの差っていうのはもうやっぱ全て共通してて、やっぱ時間で技術もそうですよね。一個突き詰めていくのに、あとね、まあ一個突き詰めていくのに、それって掘り下げないとダメなのに、言葉の数だけアドバイス聞けば上達するって間違ってる人と、あとテニスって、ラリーのスポーツだし、より完璧はフィギュアスケートとかみたいに、高得点とか、ね、体操とかさ、この、なんだろう、高得点を出すためのスポーツではないというか、表現はちょっと難しいですけど、例えば、自分が狙ったところにちょっと浅くなったりとか、ちょっとオーバーしたりとか、ちょっとずれたりするじゃないですか。でも、10球中1球そうしたら、じゃあそれを次修正していけば、テニスは許されるスポーツなんですよ。その競技の美しさで点数が競われるわけじゃなくて、なのになんか一球でも悪いボールでガクンってなんかへこんでしまう人とか、もうテニスの本質からずれてるし、そういう人とかって逆、ちょっとこう上達していく場合の
スキルとはちょっと違うところに技術 の重きを置いてるから、だから完璧だってフェデラーであろうがナダルであろうがジョコビッチであろうがシュウペイであろうがミスはするんですよ。こんなミスっていうのもセットの中通したらそういうミスがあるわけじゃないですか。だからそれを考えていった時にやっぱりなんていうのかな、もったいないなというか、そこじゃないで自分のそのを俯瞰できるっていうのがやっぱり大事になってきますし、例えばじゃあ運動能力高くて、まあ、どこのスクールさんもそうですけど中級になってくるとちょっと平行陣のかじりみたいな感じで、やったりやらなかったりサービスラインのところでこうボレーができるか、もしくは、まあ、中上級からそれが始まる場合もあるんですけど、まあ、要は平行陣でボレーをするって機会がデイスクさん増えてくるじゃないですか。で、ちゃんとボール選んで打って出てきてボレーで展開できる人はいいんですけども、何でもとりあえず前出てきてこうボレーとか、あとはコーチが優しいからってもう突っ込んできちゃって、バーンって決めてこれでうまいと思ってる人で、これ外とかの試合ではすぐにロブ抜かれちゃいますよねっていう話になってしまいますから、まあ、そういった細かいところのこの技術の掘り下げ方もそうですね。例えば、ファーストボレーをサービスラインでしましたね、ダブルスの場合だったら、まあ、そこで一回ステイですね。いいボールがいったらちょっと詰めてもいいけど、基本的にはペアに決めさせるっていうのは目標なんで。でもそれ何回言ってもこう前詰めてて前後が逆になってしまうとか、もうそれが平気でな、それが当たり前になって逃げられない人。あとはロボを抜かれ、簡単に抜かれてしまうとかなってくるのは、やっぱりそこは違うから中級から中上級上がれない人っていうのはやっぱそういうところもあるんじゃないかな。あとは肝心な時になんかわけのわからないスライスを使う人。これもちょっと、中上級上級ぐらいのレベルが変わってくる。例えばアプローチ打ってさらにスイング速くして、いや、沈めようとか、そのままいいペースで打ってるのに、いない、それをドロップとかだったらまだわかりますよ。でもやっぱ、そのままの感じでこうヘッドスピード下げていくのに、なんかちょっと自分が、なんかこう、ペース崩しそうになったりとか、ちょっと消極になって、そこ普通に振っていくよねとこう、なんか変な当てたようなスライスなんか、バチンじゃなくてね、なっていくとか、切ったスライスになっていくっていう感じの人とかはやっぱ、ちょっとこう難しいのかなと思います。そこになってきた時に結局そのいわゆる基本的な展開をできた上での基本的な展開ができた上での応用ができる人と、なんか応用してる風に見えて基本が抜けてる人とではやっぱりこうどのレベルにおいても進級していく時にはこの差っていうのが出てくると思いますので、そういった意味ではそういう細かいところですね、大事になってきます。で、ただこちらのチャンネルでよくいただくのは、先週コーチ言ってたこと今週コーチ言ってたことが全く違くてとか、私こうアドバイスされたっていうのはそんなの言ったっけみたいな感じになるっていうことが、結構ここ 2,3 年のコメントをこう、ね、通してこう多かったので、そういう場合ね、もうそのコーチを変えた方がいいかもしれないですね。一貫性がないし、思ったことしか言ってないかというかね。だから、例えば、それに対して、ね、お客さんのニュアンスとコーチの言った側のニュアンスが違った場合もありますよ。ただ、その場合は、コーチがある程度こう言われましたねってお客さんに言われたら、まあ、覚えてなかったとしても説明責任はありません。言ったわけなので。だから、そう考えたら、まあ、苦し紛れでも何かしら納得いく説明を、まあ、大体そのできるコーチとか人気のあるコーチもそうだし、まあ、ある程度こう対局を見れてるコーチは一貫性があるので、例えばテニスのコーチとして、例えばじゃあ始めたばっかりでコーチ経験はまだ浅かったとしても、やっぱりそういう一貫性を持ってる人っていうのが大事になってるし、一貫性を持ってないコーチのところがいる場合はね、あんま進級とかね、そういうのとか、まあ、あとあと立場が弱かったりするコーチもいるし、なんかちょっとよく分かんないこと言ってる人がいるときは、まあそうですね、コーチを変えるかスクールを変える方が、その通われてていろいろときちっと上達したいって方にとっては一番のアドバイスかなと思いますね。はい、まあ、ちょっと難しいので、まあちょっと進級と上達っていう部分でちょっとミックスしてお話しさせてあげたんですけども、まあ、ふわっとはしてるんですけども、まあちょっと、まあ、テニスコーチの雑談ということで、まあこういった感じで、まあ、進級と上達っていうのはまあちょっと違ってくる場所にあるかもしれないけど、最終的にはこう同じところに帰結するんじゃないかなと思いますね。もしお悩みの方がいらっしゃいましたらですね、ぜひとも、はい、またですね、ご質問とお待ちしておりますので、よろしければご参考ください。今日はこれで終わりたいと思います。ありがとうございました。